この動画を見ていただきますと、どんなめんつゆを避ければいいのか、そしてお家で簡単に作れるめんつゆの作り方、醤油麹を使ったものをね、お伝えしていこうかなと思ってますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。最近ね、暑い日が続いているかなと思うんですけれども、こんなに暑いとちょっとそうめんとかちょっと冷たい麺が食べたくなってくることも多いかなと思うんですけれども、そんな時にね、とっても便利なめんつゆで、めんつゆはですね、和食のねお料理にもね、とても使われるものかなというふうに思うんですけれども、選び方によってはですね、健康を害してしまうものとか、お肌が荒れてしまうものとか、イライラしちゃうものとかっていうのがね、入っているものが実はたくさんありますので、危険なめんつゆについてお話をしていきたいと思います。このチャンネルではですね、 YouTube 専用の LINE 公式がありまして、こちらお友達になっていただくと、調味料の選び方という音声をねプレゼントしていますので、よかったらね LINE 公式お友達になっていただければと思います。めんつゆでね、本当に便利なので、お家には必ずあるという方もね多いんじゃないかなというふうに思います。なんですけど、危険なめんつゆがたくさんあるというところなので、この動画を見ていただきますと、どんなめんつゆを避ければいいのか、そしてお家で簡単に作れるめんつゆの作り方、醤油麹を使ったものをねお伝えしていこうかなと思ってますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ということで、本日のメニューですね、めんつゆに使われている危険な添加物ですね、そしてめんつゆの選び方、自家製でめんつゆを作る作り方ですね、ポイントは〇〇ということでですね、お話をしていきたいと思います。もうこれからの季節ですね、さらっと食べたいそうめんとかおうどんとかにもめんつゆさえあれば食べられるっていうところになるかなと思います。でも実はですね、本当に保存性を高めるためだったり、簡単に美味しくするための旨味成分を入れるために、いろんな添加物、化学調味料というのが入っています。本来はですね、めんつゆというのはですね、シンプルなものでできます。昆布とかですね、カツオみたいな出汁を取るものと、あとは醤油とみりん、こちらはですね、実際のめんつゆの裏面ですね、こう見ると、まあ、お醤油がね入ってますね、大体のものが。よくこのチャンネルでもお話ししてますが、あとブドウ糖液糖も入ってますし、かつお節、そして砂糖ですね、醸造酢ですね、で昆布エキス、魚介エキス、昆布エキス、濃縮かつお節だし、アルコール調味料みたいなね、アミノ酸ですね。ここでいう添加物に関してはですね、スラッシュ以降、アルコールと調味料、アミノ酸等っていうのだけなんですね、添加物は。なんですけど、まあいろいろね、このスラッシュ前にあるものも危険なものも入ってるという形になります。カタカナもね多くてね、裏を見るとね全然わかんないみたいなものもね多いかなと思うんですけれども、裏面に書いてあることから読み取れることも実はねたくさんあります。まずですね、ブドウ糖、果糖、液糖、何が良くないのっていうところあるかなと思うんですけれども、主成分とする液状のね果糖のことをですね、ブドウ糖、果糖、液糖と言います。お砂糖とかはですね、サトウキビとか、あとてんさい糖はてんさいからですね、抽出したりとか生成されたりして作られるのに対して、このブドウ糖、果糖、液糖はですね、もともとトウモロコシですとかさつまいもですね、酵素反応によって作られているというふうに言われています。遺伝子組み換えのトウモロコシが使われている場合がほとんどだというふうに言われています。そしてブドウ果糖液糖はですね、お砂糖の何倍も甘みがありまして、原材料が安くなります。お砂糖よりもさらに安くなるっていうところがあるので、皆さん使いたいっていうところがあるんですね。なんですけど、お砂糖よりもさらに血糖値が上げやすいっていうね性質があって、もっともっと欲しくなるっていう性質もあるというのが、このブドウ果糖液糖になります。で、腸内環境をねどんどん悪くしてしまうっていうようなところも持っています。ブドウ果糖液糖は異性果糖というふうにも呼ばれているんですけれども、液状なので冷たいものにね使う時とかも固まらないっていう性質がありますので、とても使いやすいので、まあ、清涼飲料水だったりとか、あとアイスクリームとかにもね結構使われています。原子組み換えというリスクもあるという話をさせていただいたんですけれども、さらにプラスですね、異性果糖というのをね取っている摂取が多い国はですね、糖尿病の発症率が高いというふうに言われています。そしてお肌のシミシワの原因にもとてもなりやすいというふうにも言われているので、シミシワが嫌だっていう方はね、このブドウ果糖液糖を避けていただくといいかなと思います。そしてですね、調味料ね、アミノ酸等というふうに書かれてたものですね、旨味調味料として使われています。グルタミン酸ナトリウムというのがこのアミノ酸等になります。過剰摂取というのはとても危険というふうに言われています。
これはですね、神経細胞の損傷を起こして食欲中枢ですね、それがうまく働かなくなるというふうに言われています。頭痛とかね、興奮作用、うつなどともね関係してくると言われています。でもこの調味料アミノ酸等をね、ほとんどの食品に結構入ってますね。レトルト食品だったりとか、カップラーメンだったりとかっていうところには必ずアミノ酸入ってるかなと思います。安価に美味しいと感じられるものが作れるというところになるんですよね。もちろん手軽に食べられて美味しければいいやというふうに思ってしまうこともあると思いますし、時間的にそれしか無理っていう時もあると思うので、全然それをゼロにするということではなくて、まあ、外食の時はもうね、それを取るのがしょうがないというふうに思っていただいて、お家の中では取らないというふうにすると、毎日毎日取っていく量というのはね、確実に減っていくじゃないですか。減らしていくことがとても大切かなと思います。チラシよりも前に書かれていましたけれども、この酵母エキスというのもですね、無添加商品にも入っているものなんですけど、とても危険性がね言われてきているものになります。こちらもですね、旨味成分の一つなんですね。まあ、昆布とかね、カツオとかっていうところをね、使うと高いので、この酵母エキスを使っているもの結構あります。で、味覚障害とかね、っていうところが起きたりするリスクがあるというのが、この酵母エキス言われています。酵母エキスって一言で言っても、何から抽出された酵母エキスなのかがわからないっていうようなこととかも言われているので、危険性をね、結構指摘されているものになります。ということでですね、市販のめんつゆの選び方、お話ししていこうと思います。今のお話したようなアミノ酸等とかブドウ化糖液糖とかが使われていないものをですね、お砂糖不使用のものもね結構ありますので、そういったものですね、お醤油とみりんと昆布とかかつおだしとかっていうところが使われているものをね選んでいただくと、安心して選んでいただけるかなと思います。なかなかスーパーでは難しいかもしれないので、ネットでですね、無添加のめんつゆみたいな感じで調べていただくといいものがね出てくるかなと思います。ということでですね、ここからはですね、めんつゆの作り方ということで、無添加でね美味しく作れるめんつゆの作り方をお伝えしていきます。ポイントは〇〇選びということでですね、〇〇に入るもの、皆さん何だと思いますか？まあ、丸々はまさに調味料というところになりますね。めんつゆに使うですね、お醤油、そしてみりんですね、そして醤油麹でね、今回ね作っていこうと思います。だしに使うですね、かつお節、どんなかつお節を使うか、そして昆布もどんなものを使うか、まあ、そこにどんことかもね入れていただいてもいいかなと思うんですけど、どんな原材料を使うかで美味しさは変わってきます。こちらのチャンネルではですね、みりんの飲み比べというのもさせていただいてます。みりん風調味料というところから本みりんまでいろんなものがあるんですけれども、そちらをねずらっと並べて、ただただみりんを飲むっていうことを私がしてますので、よかったらみりんはねその回見ていただければと思います。お醤油はですね、醤油麹のところでもお話ししているんですけれども、大徳醤油さんのお醤油をね一押ししております。とても美味しいお醤油なので、よかったらねそちらと選んでいただくのがいいかなと思います。まあ、お醤油はいろんな醤油蔵さんもありますので、そういったところで選んでいただいてももちろん大丈夫です。そしてですね、みりんはですね、白泉酒造さんの福来順ですね、この本みりんがめちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。お家で作ると日持ちはしないので、5日ぐらいで使い切っていただくのがいいかなと思います。ご用意していただくものは、お水と昆布と鰹節っていう感じで、まあ、だし何でも大丈夫です。お好きなものでだしは取っていただければと思います。そこにお醤油 100ml と、そして醤油麹も 100ml ですね。醤油麹はね何でもいいです。黒でもね美味しいですし、ブレンダーかけた方がめんつゆとしてはね使いやすいかなと思うんですけれども、醤油麹を使うことでさらに美味しくなりますので、ぜひ醤油と醤油麹とで作っていただければと思います。あとみりんですね。で、お鍋にですね、水と昆布を入れておきます。できればね30分以上置いておくとよりね出てくるんですけれども、夜寝る前にですね昆布をお水につけておくと、翌朝ね使いやすいかなと思います。で、お鍋をですね弱めの中火にかけていただいて、じっくり昆布からね旨味を引き出すということをしていただいて、で、沸騰する前にですね昆布は取り出していただくのがポイントになります。えぐみがね出ちゃうんですね、沸騰させると。ここにですね醤油とみりんを入れていただいて再度沸騰させます。で、みりんのアルコールがね飛んだところでですね、鰹節を入れていただいて1分ほどね火にかけていただいて、で、冷めるまでですね鰹節はそのままにしていただいて、
冷蔵庫でね冷やしていただいても大丈夫です。で冷めたらですね、鰹節をこしたら出来上がりという形になります。まあ、出汁のところねちょっとめんどくさいかもしれないので、出汁パックも選び方は大事ですけれども、何も入ってない出汁パックもありますので、そういうものを選んでいただいても大丈夫です。自分で作っていただくと無添加の美味しいめんつゆが作れるかなと思いますし、めんつゆ作っておくとですね結構バリエーション効いて使いやすいかなと思いますので、ぜひぜひやってみていただければと思います。で醤油麹ね変えることで味もねバリエーションが変わってきたりしますので、いろんな醤油麹でお試しいただければと思います。ということでですね、今日はですねめんつゆの危険ということでですね、簡単にねやっぱりお料理にね活かせるのでめんつゆ使ってる方多いかなと思うんですけれども、よく使う調味料だからこそ選び方とても大切かなと思いますし、まあ、作れる方はね自家製でぜひぜひ作っていただければと思いまして、今回ね動画撮らせていただきました。 LINE 公式お友達になっていただきますと調味料の選び方の音声としてねお届けさせていただいてます。お塩以外のね日本の調味料と呼ばれるものはですね麹が原材料なんですね。なんですけど麹をですね使わずに作られている調味料というのがたくさんあります。なのでそういった調味料を選ぶよりも麹からできているね調味料を選ぶことで、もうほんと美味しさも美味しいのもあるんですけれども、腸内環境を整えてくれるっていうね調味料になっているっていうところもありますので、調味料の選び方でね美味しさも変わるし元気も変わるし性格も変わるしっていうところがありますので、ぜひぜひね音声聞いてみていただければと思います。こちらのチャンネルではですね麹にまつわるですねことをいろいろお伝えしています。食品の危険性だったりとか麹のレシピだったり、あとは麹と子育てだったり麹と働き方だったりみたいな感じでですね、あと麹菌のマニアックなお話とかですね、あの麹の歴史だったり、まあ、麹にまつわるいろんなお話をさせていただいてますので、麹すごいな、いろんなことできるんだっていう感じでね興味を持っていただきましたら、ぜひぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いできればと思います。ということでですねこちらのチャンネル毎日更新をしておりますので、いろんな話題をお伝えしてます。ぜひぜひね見ていただいてコメントとかね作レポとかいただけたらとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。素敵な一日をお過ごしください。そしてまたお次の動画でお会いしましょう。毎日更新だよ、頑張ります。またね。